さて、PSO2 のショートカットワードによる武器切り替えコマンドは、ある程度瞬時に武器切り替えが可能となります。しかし、やや反応が悪く、コマンドを実行してから武器が切り替わるまで間が発生します。戦闘中に武器を切り替えようとしても、なかなかスムーズに切り替えることができません。この問題を解決するために、フォトンアーツのモーション中に武器切り替えコマンドを実行し、あたかもスムーズな武器切り替えを行っているかのように見せるという方法を用います。難易度初級、技を出したら即切り替え。フォトンアーツ中の武器切り替えを行うために、最も簡単なタイプのフォトンアーツの説明から行います。私が主に使っているブレイバー・レンジャーの構成で説明します。まずは月見サザンカです。敵を打ち上げつつ自分も上昇するフォトンアーツですね。このフォトンアーツは技全体のモーション自体が短いです。よって月見サザンカを出した後、即武器切り替えコマンドを実行することで、スムーズな武器切り替えが可能となります。では試してみましょう。打ち上げた後に、アサルトライフルに切り替えて、アサルトライフルで追撃する。あるいは、打ち上げた後に、ガンスラッシュに切り替えて、ガンスラッシュで追撃する。難易度初級、技の終わりを見て切り替え。次はアサルトライフルのワンポイントです。弾を連射するフォトンアーツですね。このタイプのフォトンアーツは、弾を連射中に武器を切り替えると発射モーションは続きますが、攻撃判定がなくなってしまいます。よって、すべての弾を打ち切った後に、武器切り替えを行うと良いです。先ほどの月見サザンカからの連携で見ていきます。敵を打ち上げ、アサルトライフルで追い打ちをかけた後、ワンポイントを発射し、発射し終えたら、再び刀に戻る。これでちょっとした、剣と銃器のコンビネーションが可能です。難易度中級、技の終わりを見て切り替え。タイミングはややシビア。次はガンスラッシュの霊言シュラークです。敵に突っ込んでいった後、射撃を行います。このフォトンアーツは武器切り替えタイミングが早いと、最後の射撃部分の攻撃判定がなくなってしまいますし、切り替えタイミングが遅すぎると、スムーズな武器切り替えができなくなってしまいます。切り替えのタイミングは、射撃モーションに入ったあたりです。これでスムーズに違う武器に切り替えが可能です。切り替え後の武器を銃器にする場合は、空中で当てるとそのまま空中銃撃につなげやすいです。ランチャーに切り替え、砲撃を放った後ロデオドライブゼロ式で突っ込むなどなど。難易度中級、フォトンアーツ終わりの硬直をジャンプでキャンセル。次はパルチザンで説明します。フォトンアーツはライジングフラッグゼロ式です。このフォトンアーツは
敵を上に打ち上げます。フォトンアーツを出した後に武器切り替えを行ってみると、しばらく行動ができなくなる硬直時間が発生します。せっかく武器切り替えを行ったのに身動きが取れないという状況です。この性質のフォトンアーツは結構多いです。ではどうするかですが、回避行動やジャンプでこの硬直をキャンセルします。例えばツインダーガーに切り替えて空中コンボにつなげます。武器切り替えコマンドとさらにジャンプ操作を要するため少々難しい操作となっています。難易度上級、フォトンアーツ終わりの硬直をジャンプでキャンセル。タイミングはかなりシビア。できるとかっこいいし、操作していて面白い。最後は上級編、刀の月下ザクロ。ガンスラッシュのエインラ経典通常版を紹介します。どちらも最後の技の発生時間がとても短く、武器切り替えのタイミングがとても難しいです。さらに切り替えた後硬直が発生するため、ジャンプでの硬直キャンセルも必要となります。武器切り替え用ボタンを押すタイミングのコツとしては、最後の攻撃判定が発生する前にボタンを押しっぱなしにして、攻撃判定が発生したと同時にボタンを離すと良い感じに切り替わります。切り替わった後はジャンプして追撃します。こういった技の発生が瞬時に消えるフォトンアーツは、武器切り替えも一瞬で行われるように見えるため、とてもスタイリッシュな戦い方が可能になります。説明は以上です。 PSO2 の楽しみ方の一つとして、好みのアバターキャラクターを作って自在に動かすというものがあります。ここで今回のフォトンアーツ中の武器切り替えを行うことで、より多彩な戦闘方法を編み出すことができ、キャラクターへの愛着もさらに増すのではないかなと思います。気になった方はぜひ一度お試しください。それではご視聴いただきありがとうございました。またの日を。